モフマッサージをしてあげるとだいぶご機嫌な様子です。犬の秘密基地なの始まるよ。モフモフトイプーさんとアメコ、どうも犬の秘密基地です。今日も来ているモフモフさんのテト君、アメコのアーロンくんと一緒にモフトイプードルのモカちゃんといると、後ろからミニピンのベリタスちゃんがこっそりと混ざってきます。シーズーのアンくんはベリタスちゃんベッド使っちゃってます。アーロンくんがアンくんブランケットを使っちゃっているのでしょうがないですね。モフモフさんにモフマッサージをしてあげるとだいぶご機嫌な様子です。そして今日もトイプードルのチャッターローくん合流です。早速みんなが挨拶にやってくる人気者のチャッタロー君です。モフモフさんとも挨拶を交わすチャッタロー君、だいぶご機嫌な様子です。そこにモカちゃんもやってきて、ハートプーとチェリープ、モフモフテト君がチャッタロー君だいぶ気になっている様子ですね。二人でまだちょっと遊んでいます。みんな一通り挨拶も終わったようで、だいぶまったりとした雰囲気になっています。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私、プーさんの動画ブログも時々配信していますので、見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。